皆さんこんばんこばは今日は2020年4月の25日土曜日時間は午後10時4分を過ぎたところです。えー、世の中はですね、えー、今日からゴールデンウィーク、ね、それで休みになるんですがそして今世界中でですね、えー、コロナウイルスとか新型肺炎のことでも大変な、ね、感じになってるんですが えー、それの中でですね、また大変な事件が起きてましたよ、これ。岐阜のホームレス殺人事件なんですが、これ、岐阜の田舎ですよ、はっきり言ったらね、田舎。それでですね、野球部員ですよ。で現役の野球部員も大学生が2人いたと。で、5人の中は野球友達が2人。で、やっぱり野球関係者。全部野球やってる人たちばっかりなんですよ、この。 19歳っていう、でこれをも執必要にです、ね、ホームレスの人に石を投げつけて、ですねそれで、あの80何歳ですか、81歳、渡辺哲也さんっていう方に、ですね今日は許さんぞって言って、で今日は許さんぞって言うから、もう数回、ですねその前からしょっちゅうあのいじめてて、石を投げつけたりしてたら、やらしいんですよ。 そしてその時に一緒にいた68歳の女性の人がいたんですが、で一緒にやっぱりあの石を投げつけたりしたもんですから、その80歳の人がですね、もうあの一緒にいた女性をあっちに逃げろと、早く逃げろということで、女性は逃げさせたんですけど、そしたらですね、この81歳のホームレスの人をです、ね、執拗に追いかけてですね、なんと800メーターぐらいも追いかけて、で石を投げつけたり。 とかで,す、ね、で結局はあの死因がですね脳挫傷というか陥没骨折でですねであの脳出血ですかえそれで死んでしまったんですよねまあそれであの一緒にいた女性がですね110番をしましてそれから救急車を呼んだんですが結局間に合わなくて死んでしまったということなんですよねもうこれ鬼畜にも劣る行為でですね もう日本国民はもう田舎でも都会でも一緒なんですが選挙権もあの18歳からなりましたしまあそれに準じてですね少年法もこれ変えるべきですよねいつまでたってもこういうことはあの早く決めないとですね少年法の改正をやらないともうこんなことばっかりが続きますよだからやっぱりもうこれは許せないね。で 結局ですよ、その野球部員ですから、ね、え800メーターも渡り、追いかけられた末に殺害されておりって書いてるでしょ。で、野球部員で鍛えたからですよ。毎日こう、あの大学の野球部ですから。それで石ころを持ってその、思いっきりその石ころを頭部にぶつけたりとかですね、体にぶつけたりとかしてたんでしょ。もうこれもう大変なことですよね。 もうね、現役の、まあ、大学、旭大学ですね、それの公式野球部員ということで、まあ、その監督は辞任をしておりましたが、まあ、大学としてはそれではあの社会的なことが今後見据えて、配分にするかどうするかということで、もう配分ではそれは結構でしょう、もう。大体、その責任においてもですね、そういった人たちがいるっていうことの、まあ、野球部っていうか、ちょっと考えられない。 ですよねまああの渡辺さんっていうホームレスの人はですね20年前からもう橋の下で生活をしててまあ、5人に襲われてですねまあ女性によると少年らは「クソバカ」と言って2人に一生投げたと、まあ、女性は渡辺さんから「早く行け」と促されて先に逃げたということですよねまあ途中で後ろを見たらもう倒れてたってことですねでまあ こいつたちはでですすねね生きてるるかか意味あるんですか、ね、やっぱりこれはですねちょっと、えー、法律を下すにも人間に対してはですねそれはもちろん法律はあ,のあるでしょうけどもう鬼畜にも劣るってことなのでこれ人間の法律で裁いていいんでしょうかねもうそれ以下だと思うんですけどでもまあ人権ということであればやっぱり人間の法律ということになるんでしょうけど。 まあそれであるならばですね、これはもう早く少年法を改正してですね、18歳だろうが、こういうことがずっと続きます。そして、これはですね、ちょっとまあ、得意な感じでもなるんでしょうが、まあ、スポーツをやってる、まあね、小学校くらいからずっと野球やってたりとか、中学校、高校とやってて、大学でもやって、そういったその、ね、硬式野球部とかやってれば、 まあ真面目ででとか言われるんですよそんな風に、えー、そんなことはありません。もうね、オリンピックでもメダリストでもですね、扶、え、助、ー、暴行とかするやつですから。だからもう、スポーツをやってるから、あの正々堂々としてはなんかあの人間性がいいということは、そんなことはありえません。だからもう、それはあの普通の人の方が、いくらかね、何もしてなくても、帰宅風であっても普通の人の方が、 いくらかまともですだからまあこういう風な結局勝てばなんですかそのスポーツでも何でも勝てばいいとそういった中で生きていって結局この人たちは、まあ、勝てばいいという世の中っていうか、まあ、スポーツの中で,ですね弾き出されたと思うんですよそのレギュラーになれないとかプロになれないとかね、まあ、そういうことですので結局はうさばらしうんばらしいということですよね。 これ人間としてもうちょっと考えたくないんですよ。で、このお年寄りにしてもですね、やっぱり橋の下ではまあ過ごしてたにしても、こんなふうに名前が出るっていうことはですね、えー、今回のその新型肺炎のことでも、やっぱり10万円はいただけるということで、少しながらはですね、その楽しみにはしてたと思うんですよ。そういうことのあれもですね、 ちょっとどうしたもんかなと思っていろいろ見てみましたらどうもですね3月の中旬あたりから警察には相談が行っていたようですで何とかしてくれと石を投げる人がいるということでですねそしたら警察はですね動いてなかったということですよだからまあ警察にも問題があるっていうふうにこれ書いてるとこありましたこのウェブ上でですね 果たしてね、そういった、まあ、ね、県職員になるんですけど、えー、公務員でも兼職ですよね、警察官は。そんなんには10万円あげる必要あるんですかねそういう、それに当たった人ですよ。警察官。あの、ほったらかしてたわけですよね。それで10万円やるっていうのは、やっぱもう、えー、今回のことでも、まあ言ってますかあの、他の県でもそうですが、 えー、県職員とかそういうのはです、ね、10万円もらってもそれは返納しようと、それは労組が決めて、自らですね、どうもお金がやっぱりあの皆さんの飲食業界でも大変なことになってるから、労組が自らですよ、これは返納しようと、それで県の方にその10万円の分は1人あげて、そういうふうにしようっていうあれもありますんで。 もうやっぱりこういうのはです、ね、県職員とかそういうのも全部、えー、返納すべきですね市の職員とかですね。えー、もうやっぱりこんな事件が出,る出てくるって言ったらですね、やっぱりいつまでたっても変わらないですしまたその19歳の少年だからといって名前は出ないとか制裁も受けないんですよね。まあこれからその SNS で多分、 名前が出てくるのかどうかわからないですけど、えー、19歳ということで、たった1年とか半年ぐらいのことで守られてですね、それはちょっとこう許せないですよね、やっぱりあの18歳になったんでしょう、選挙権は。それと同時にやっぱり選挙権が18歳で与えられたんであれば、やっぱり18歳になったら、やっぱり少年法を変えるべきでですね、 実名報道をするべきだしそれと少年院じゃなくて刑務所に入るべきだと思うんですよ。でやっぱりと思ったらあの殺すつもりはなかったとか言ってるらしいですが今調べるの中ではやっぱり計画的だったということですよ。で何人かのやつは認めてっていうことで結局は、えー、3人が殺人罪ということで2人がまあ傷害っていうかそんな感じになってるようですが。 まあ主犯格相手ということなんでしょうけど、えー、ね、こういうのはちょっと困りますね。はい、そして、これがですね、朝日大学の、えー、監督ですか、えー、それが出てますけど、朝日大学、えー、岐阜県、水ず市ですかね、えー、それで、公式野球部の現役部員2人が入ってたということです、19歳でね。でまあ、無期期限延期 部の無期限活動停止と藤田監督の辞任を発表という、まあその、結局ね、まあもちろんそうですよ、辞任はしなきゃいけないけど、えー、辞任しただけで収まらないということですよね。で、まあ毎日この人見てたわけですから、どうもこいつはおかしいと、それかなんかそういうのをまあ気付くべきだったっていうのは、それは難しいですけどね、まあこれはもう、えー、野球としてですね、 見下げたものですよ本当にだからもう野球なんかやる必要あんのとかもういや大体いい野球機構とかですねそれがやっぱりこのやっぱり責任じゃないですけど真摯に受け取ってですね考えるべきじゃないかなと思うんですよ一つはやっぱりそのなんですか朝日新聞がまあ高校野球とかいうのになって、まあ、甲子園がなんかプロ野球の受け皿みたいな感じで盛り上げてるじゃないですか。 えー、もうそれもね何かおかしい話だと思うんですよ。あのいろんなスポーツはありますんで、えー、そのスポーツ部はいろいろありますよで、まあ、もちろんプロがあるかどうかっていうのはあれなんですがプロ野球とかなんか高校野球だけなんかね、えー、ちょっと特別なあの待遇を受けるということ自体がまずおかしいしまたこんなことになった時はですねそれ以上にですね 野球機構あたりがですね、自分で事情努力をしないと、もうこれ、野球いるのっていう感じですよ。まあ、もちろんですよ。今はもう野球放送もテレビなくなって、野球、まあ、見ながらね、あのビールを飲むとか言う人もいますが、もう関係ないですもんいらないですもんね、別に野球なんか。まあ、し申し訳ないですよ。もしあの野球ファンの方がいたら。 申し訳ないですけど僕らにとってはもう別に関係ないしですねあとはやっぱりこういろんなスポーツがあるからといってスポーツマンシップとかですねそのいろんなスポーツをしているから正々堂々として,てあて精錬潔白であるかっていうのはもう間違いです、ねあのいや柔道でもいるわけですからあんなのですねもう柔道としても俺、思ったんですけどあんなのですね黒帯とか剥奪しちゃえばいいんですよ。 でどこに出るにも白帯と、お前黒帯することはできないと、まあ、犯罪者ですから、ね、浮上暴行の。いくら金メダルを2回取っててもですね、えー、あのやつですよ、名前がちょっと今出てきませんけどね、うん、まあそんな感じの、もう何しててもね、一生犯罪を起こすやつは、何のスポーツやってても一緒ですよ、ね。で、まあ、今回については、まあ、スポーツっていうよりも、まあその、 大学生とかそういったのがまあ、事件を起こしたということなんですが、まあ、これをですねちょっとその監督の尻尾切りとかそんなんじゃなくて、ですねやっぱり野球機構事態がいろいろ考えなきゃいけないでしょうし、大学とか高校野球とかですね、えー、小学生に至るまでの野球っていうのが、えー、ねえ必要であるのかということですよ、そんな。<laughs> だからまあ まあ一生懸命ね、今の、のプロ野球がなんか、えー、開幕ができないとか、なんとか言っておりますが、まあ、これはやっぱり大学、朝日大はですね、まあ、一応、この、一応、今のとこ、ね、部を休止するということにしてますが、もう廃部で決行じゃないですかね、うん、そういったとこにいて、かわいそうだとか、なんとかって、まあ、 ね、言うのがありますがかわいそうで人の命が戻りますか、ね、だからひょっとしたらわかんないですよ2年生っていうから、えー、先輩が厳しくね下にあの当たってからそれから、えー、鬱憤がたまってまた1年生に鬱憤をばらしをするまたその下がいないと、えー、無抵抗のホームレスに向かってその、ね、暴行を働くということもちょっと考えておかないとですね これあのそのまんまですね、お気楽にスポーツやってたら、そんなことって起きないと思うんですよね。大学時代もなんかあったんだろうと思うだろうし、その2人が主犯格になってるという、それとまた、あの後の3人も野球関係ですよね、えー、それもどうなんでしょうか、こんなコロナの陰でですね、とんでもない鬼畜というか、極悪人というかのが出てきましたんで。 やっぱりこれは公平にやるためにはですね、少年法の改正、それであの実名報道をやってで、少年院ではなくて刑務所に行って強制をすると、えー、そういうことにしないとですね、こ公平ではないですよね。うん、ということで、もういくら言ったってもこれ、どうしようもなんないんですが、えー、辞任してまたどっか他の高校のなんか監督かなんかなるんですか、たぶん。 んなることは別に自由ですんで、ね、ですね辞任すればその紙一枚出せばそれでねえまあ、本人はこの人がしたわけじゃないですけど、まあ、近くにいたわけですからやっぱりその指導に当たるにももう数年間は指導ができないとかですねはっきりそれも野球機構が決めてですねやっぱりこういうことの大恥であることをですねどうにかしないと治りませんよね。 もう腹が立って、腹が立って、もうこのまんまだったらもうずっと言いそうですが、いくら言ってもこうね戻りうちは戻らないもんですから、もうちょっと憤りを通り越して、ちょっとあれなんですが、まあそういうことでね、もう悲しいなと思って、世の中はこんななのに、こんなバカがいたということですよ。ということで、皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございました。失礼します。